はい、どうも、ふかくんです。さあ、本日もアークモバイルやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はね、洞窟に行こうかなと思います。で、その行く洞窟はですね、免疫の洞窟っていう洞窟なんですけど、Google 先生に聞いてみたらね、免疫の洞窟、難易度最強らしいんだよね。まあでも、僕ね、レベル上げたいんですよ。今のレベル80レベルなんですけど、見れないか。80レベルなんですけど、もうちょっとね、レベル上げたいんですよ。85くらいまで。そしたらね、グリフォンもテームすることができるようになるので、なので、とりあえず今回はね、免疫の洞窟に行ってみようかなと思います。で、調べた結果、装備はね、ギリースーツが良くて、で、こちら、ガスマスクですね。ガスマスクなんですけど、これ確かね、レベルもうちょっと高くならないとゲットできないはずなんですけど、この前ね、コメントで、教えてもらった、まあ、ショップですね。まあ、この辺ちょっと見てたんですけど、この中にね、工房っていうのがあったので、これちょっとね、買って、で、この中からね、ガスマスクゲットしました。ということで、今回ね、この装備でやっていこうかなと思います。暗くなってきた？大丈夫かな？ということで、免疫の洞窟に向かいましょう。で、免疫の洞窟は、レッドウッドのとこだったかな？なのでそこに向かおうかなと思います。ちょっと待って、普通に旅夫人で向かうとこだったわ旅夫人乗ってたからそのまま向かうとこだった。今回ですね、バリオニクス君と一緒に行くってことはちょっと暗いかも。今ちょっと朝になってから行きますか。はい、ということで朝になったので向かいましょうか。免疫の洞窟へ。よいしょ。よっしゃ、行くぜ。この辺だよな。もうちょい左かな。え？お、この辺じゃない？あった、これだ。発見。ここか。なるほど。よし、じゃあガスマスク装備しましょう。よいしょ。おおおお。すごいガスマスク。あ、すごい、こうなるんだ。へえ。行こう。行きます。松明を手に。よいしょ。よっしゃ、行くぜ。今のレベルでこの洞窟に入るのは大変危険ですって言ってたんだけど。大丈夫これ。ちょっと見にくいな。これで行っていいかな。おーし。うん、やっぱこっちの視点の方見やすいかな。この下が、これは何でもないのか、普通の場所か。見にくいな。これで行くか。おーし。行くぜ。ちょっと怖いな。個人的にね、洞窟は海の次に怖いんだよね。こいつレベル何？290。高え。ちょっと強っ。めちゃめちゃ強いんだけど。これはレベル上がるわ。この視点だな。見にくい。上から降ったりしないよな。おお、めっちゃ来る。うわ、サソリ降ってきた。やばやばやば。やば、キモいキモいキモい。これはキモい。だけどまあ、クモはそんなにね、攻撃力高くないから、サソリだけ気をつければね、問題ないかな。よーし。見にくい。まっすぐだな。ちょっと狭いな、ここ。さすが洞窟だな。あ、ちょっと開けるんじゃない？お、また敵がいるぜ。アフリカマイマイがいる。左行ってみようか、じゃあ。こっち側、アーティファクトのなんかがあるから。アーティファクトのではないか。なんかがあるから。うお？どうなってんだこりゃ。雲がいっぱい来た。わあ、しゃ、どっち行こうかな。これ松明って水中でも使えんのかな。よいしょ。あ、水中じゃないじゃん。とりあえず右に行ってみましょう。見にく、通れないわ。じゃあ左に行ってみよう。よいしょ。
あ、こっちもなんか2箇所に分かれてるのか。まあ、とりあえずこっちのまっすぐ行ってみようか。こっちの方が分かりやすいからね。なんか聞こえたんだけど、シャーって。いたか、やっぱり。来やがったな。OK。じゃあこっちのまっすぐ行って。おー、いるね、まだ。そうだな、じゃあまあ。なんか右の方、狭そうじゃない？ちょっと右行ってみるか。あ、落ちそうですね。引き返そう。ってことは左だな。左行こう。うん、こっちだ。狭いね。お、敵がいる。あれ、なんか赤いの見えるけど、なんだあれ。アーティファクトかな。アーティファクトって赤かったっけ。俺が前行ったとこどこだっけ。カリウドの洞窟だっけ。あれ緑のアーティファクトだったと思うんだけど、どうしよう。左行くか。とりあえず全部左に行ってみよう。なんじゃありゃ、赤い。うわー、めっちゃ湧いてきたぞ。レベルを上げるぜ。あれかな、なんか卵とかなのかな。あの雲とかの卵みたいな感じなのかな。キモいな、それだったら。めちゃめちゃ卵あるじゃん。うわ、進もう。え、俺どっち、これさ、下、ここ。うわー、めっちゃ来た。雲めっちゃ来たな。まあ、とりあえず左行ってみようか。通れる？通れるね。ちょっと見にくいな。うわー、サソリ。右は誰もいないか。オッケー。あ、なんかある。これ何？あ、ケレン県の調査書。オッケー。はい、進みましょう。これで経験値4倍だぜ。あ、進めない。じゃあ、さっきの分岐点の右の方に行ってみようかな。ここか。こっち側行ってみよう。おっと。卑怯だぞ、3対1なんて。まあ俺強いから倒せるけど。これは？ティタノサウルス。おー。オッケー。またレベルが上がっている。レベル 6？ え？めっちゃ上がってるんだけど、なんで？全部攻撃に振るか。いや、体力ももうちょっと欲しいな。チンがどんどん強くなっていくぜ。さあ、じゃあこっちの右側ね。あれ、ここも通れないんじゃないかな。あ、通れる。通れる、通れる。通れないわ。あと、通れる。え、通れる、ここ。すごいね。あ、通った。通れた、通れた。狭めちゃめちゃ狭いんだけど。アーティファクトどこにあんの、これ。あ、あったんだけど、普通に。あ、ここは通れないわ。降りないといけないか。降りれないんだけど。降りれないっす、ジンさん。降りた。敵いない？ここ。いないわ。やった。免疫のアーティファクト、もらいます。あざす。オッケー。じゃあ戻ろう、ジン。帰ろう、帰ろう。お前のレベルも結構上がったし、ちょっと待ってよ。俺のレベルって上がった？なんか来てる、なんか来てる。やばいやばい。痛い痛い痛い。サソリだ。くそ、こんな狭いとこで。レベルは帰ってから見よう。道覚えてるかな。あんまり俺道覚えれないんだよな。わー、また湧いてるぜ。合ってるこれ。え、こんなとこ通ったっけ。覚えてない。全然覚えてないんだけど。大丈夫これ。いや、ここ来てないっすね。ここ多分来てないっすね。池だもんね。ここジャンプすれば、いけるんじゃないかな。ここ。よっと。よっと。頑張れ、ジン。登れ。登れ。お前ならいける。ダメだ。登れない。惜しい。ここ多分通ってないぞ。でも、いけんじゃない？いけるいけるわ。どこここ。こんなとこ来たっけかな。来てないよな。あ、来たかも、ここ。こっちから来たんじゃない俺。多分。こっちから来て、なんかいる。サソリいるわ。こっちから来たと思うんだよな。合ってるかな。
ここ通ったね。合ってる合ってる。ってことは、そこ右だな。帰りた、あ。帰り、くそ。出口かと思ったら違った。出たんじゃない?出たんじゃない?これ。出たー。やったぜ。でも真っ暗だ。真っ暗だからもうちょっと洞窟にいよう。朝になったんで帰りましょう。で、見てください、こちら。僕のレベルが3も上がってました。すごいよね。ということは、あと2上がれば、グリフォンもテイムすることができるようになるっていう。すげえな、免疫の洞窟。みんな免疫の洞窟やってんのか。ということで、帰りましょう。帰るぞ、ジン。お前もレベル12上がってんな。すごいわ。よし、帰ろう帰ろう。よーし、帰ってきたぜ。帰ってくる途中でね、ちょっと魚肉とかも調達してきました。ベルモット帰ってきたぞ。ジンはね、一段とたくましくなって帰ってきたよ。レベル228になった。さて、ということで、あれ、アーティファクト。アーティファクトをね、オベリスクだっけ?あの塔にね、持っていこうかなと思います。何がもらえるんだろうね。よーし、やっぱこの格好がね、落ち着くよね。到着。さて、それじゃあ、見つけましょうか。こちら。よいしょ。はい。お、ライオットシールドとアサルトライフルとライオットヘルメットってなんだ?ライオットヘルメットってなんだ?ライオットシールド。耐久性がすごいんだけど。なんだこれ?これ装備できるんじゃない?左手に。お、お、お、すごい!どうやって使うのこれ。こうか。こうか。なるほどね。これいいじゃん。おぉ。防げてる。防げてるのかわかんないけど。盾もらった。やった。食べ星に盾もらったよ、ほら。見て。見てるね。すごい見てる。よかったなって言ってる。食べ星。よし。帰ろう。はい。ということで、今回はこんな感じで終わりにしようと思います。それでは、フガ君でした。バイバイ。